皆さんこんにちは。映画やドラマで人気引っ張りだこの竹内涼真さんですが、2020年から女優の三吉彩花さんとの交際が報道され注目を集めましたよね。しかし現在はすでに破局しているのではという情報もあります。また竹内涼真さんは過去に TOKIO の松岡昌宏さんからおっぱいと名付けられていたという噂があるので詳しくご紹介していきます。では早速竹内涼真さんと三吉彩花さんが破局してしまったと噂されている理由についてご紹介していきます。まず一つ目に、竹内涼真さんは共演者キラーという噂があります。今までも陸王で共演した吉谷彩子さんと交際報道や、2017年にはアイドルグループ恥じらいレスキュージャパンのメンバーだったリリカとの交際報道もされました。2022年ドラマ六本木クラスで共演する荒木優子さんのファンは、竹内涼真さんとの共演することで心配する人も多いそうです。また交際中にもかかわらず他の女性に興味がいってしまうことも報道されていました。報道の中では知人が竹内涼真さんについて、一人ではいられないというか寂しがり屋っぽい部分がある、常に交際する女性がいないとダメなタイプ、反動性のような状態になるとすぐに相手に飽きてしまう、交際中の女性がいるにもかかわらず他の女性に興味がいって頻繁に会うようになる、浮気と思っていないということが語られていました。これは第三者の証言のようですが、ここまで書かれてしまうとイメージしてしまうのも無理ないですよね。元カノの吉谷彩子さんとのトラブルも過去には報じられたことから、三吉彩花さんと竹内涼真さんの関係もと考えている人が多いようですね。しかしその交際報道直前には吉谷彩子さんとの交際も報じられており、別れる際にトラブルがあったと報じられました。その内容は、吉谷との同棲生活を解消し、その前後から三吉との交際を始めた、吉谷を追い出す形で一方的に別れを告げた、2人の間には吉谷さんが竹内涼真さんに100万円を貸したままになって返却されないという金銭トラブルもあったという報道でした。金銭トラブルについては竹内涼真さん側は否定しており、2人のペットを飼う際の資金だったことや問題は解決していることが発表されています。また追い出したという表現もかなり持っていたようで、吉谷さんが怒りっぽい性格だったことに竹内涼真さんが疲れて同棲を解消したという報道もあります。2人の間には何も問題はなかったようですが、最初の破局報道で過激な報道がされてしまったために、竹内涼真さんと三吉彩花さんの関係は大丈夫なのかと心配する人が多かったようで、破局するのではと噂されていたようです。三吉彩花さんと竹内涼真さんは性格が合わないのではという報道もされています。竹内涼真さんはかなりインテリアへのこだわりや綺麗好きのようで、床掃除に使うコロコロは白だと景観を損なうので木目柄のカバーを購入したなどこだわりを見せていました。一方三吉彩花さんはそこまでこだわりがないようで、自宅の撮影の際には慌てて部屋を片付けた、10月末の撮影を12月末にしてもらったというエピソードもありました。普段の生活スタイルも異なっていることから破局してしまうのではと言われているようです。竹内涼真さんと三吉彩花さんの交際についてですが、停滞期を迎えていることやモラハラっぽい部分について報道されました。このネガティブな報道も2人が破局したのではと噂される原因になっています。記事の中には、三吉彩花さんが作った手料理を食べずにウーバーイーツを頼んでいた、竹内涼真が料理へのこだわりが強すぎるということが報道されていたのです。2022年2月放送の今夜比べてみましたで、竹内涼真さんは食事はだいたいポチポチです、毎日頼んでますと話していたり、マツコの知らない世界ではカレーにこだわりがあって2日間かけてカレーを作るということで、マツコデラックスさんも絶賛のカレーを作っていました。三吉彩花さんも魚をさばけるなど料理は得意のようですが、食にこだわりのある竹内涼真さんとうまくいっていないのではとネットで心配されていました。竹内涼真さんと三吉彩花さんの交際報道では、吉谷彩子さんとの破局トラブルでネガティブな報道が出回り、一時期炎上する事態となってしまいました。このまま結婚するのではという報道もされていますが、結婚すればさらに炎上する可能性もあります。
お互いの芸能界でのイメージのためにもすでに破局の道を選んでいるのではという噂もありました。そんな噂の絶えない竹内涼真さんですが、裏垢男子フォロー騒動が浮上し、過去に TOKIO の松岡昌宏さんからおっぱいと名付けられていたことが明らかになりました。このように至った背景について見ていきましょう。11月14日竹内涼真さんは公式ツイッターにて女性との性的行為を撮影した動画をアップする、いわゆる裏垢男子のアカウントをフォローしたことを謝罪しました。この前日に竹内さんのアカウントが当時2万人以上のフォロワーを要していた裏垢男子のアカウントを突然フォロー、当該アカウントが「え、なんで?」と反応すると、ネット上で大きな話題となりました。現在竹内さんは当該アカウントのフォローを外していますが、14日にはアカウント乗っ取りなのかごタップなのか分かりませんが原因調べ中ですと、乗っ取り被害の可能性があることを示唆しました。続けて、どちらにしろファンの皆さんびっくりさせてごめんなさい、気をつけますね、俺もびっくり恥ずかしと謝罪しました。竹内さんからその後の報告はありませんが、ネット上では涼真くん本当に原因が分かってないのかな、プライベートアカウントに切り替えるのを忘れてただけってことはないといぶかしむ声も少なくありません。また今回の騒動を受け、ネットユーザーの反応は、ああいうアカウント見てても竹内涼真なら別に驚かない、もともとそういう人ってイメージだったけどと指摘しました。竹内さんは昨年4月放送の TOKIO かけるにゲスト出演した際に、世間から抱かれているイメージと現実に差があることを明かし、本当は下ネタもガンガン言いたいと告白し衝撃を与えました。その上で、インスタの僕の関連画像なんておっぱいしか出てこないですからね、筋肉おっぱいスポーツカーみたいな、筋トレおっぱいみたいな、そんな感じですと話すと、松岡昌宏さんから竹内おっぱい龍馬なんだと名付けられてしまったようです。過去のおっぱい発言もあり、一部ネット上では今回の一件は乗っ取りではないのではと見られている竹内涼真さん、もし本当に乗っ取り被害であれば同情してしまいますが、実際のところは分かっていません。いかがだったでしょうか。今回は様々な報道がされている竹内涼真さんの現在の恋愛事情についてや、過去におっぱいと名付けられていた理由についてご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。